はい、こんにちは。またここはクンネチキン。チキン屋さんで、食べたことあるよ。ある？あの、グリルで焼いたやつ。あの、揚げ物じゃなくて。はいはいはい。出前で食べた。そうそうそう。それなんだけど、なんか場所が前、違う場所にあった気がするんだけど。この1階ですか、2階ですか。2階かもしれない。食べてみよう。はい、これが前食べたことあるね。覚えてない。え、覚えてない。これあのクンネチキンってちょっとメニューが違う。オリジナル食べてた前、前オリジナル食べてた。これはハイビチョノ。いらんよ。赤木さんと食べてたらコメントで、俺食べた方がいいっていうコメントがあったから。で、韓国にもあるメニューがある。ある。オリジナルの方が良かったのかな。これあの、カルビチョナンって、カルビあるじゃん。甘い。カルビ多分その味なんだ。初めて食べてる。あ、これなし、これなし。うん、バーベキューソース。うん、お餅だ。なんかでも個人的にはおじさんのなんか味っぽいの好きじゃなくて、結構濃いよね。濃い。濃い。テリヤキチキンみたいな。バーベキューかな。日本でもありそうな。甘い。辛くはない。食べやすい。うん、これなんだろう。はい、これもあるかな。バサさん、こっちっていうか唐辛子、辛いやつ。マンガのサクサクって食べてみる。苦手なんですよ。でもこれがなんか代表的なメニューらしい。ソースもあるから、うん、
きっていう感じなんだけど、でも結構辛い。え、うん、舌がピリピリする。これタコガレ頼める頼めますよ。おいしいなの覚えてないです。なんかタコガレいつも飲むんだ。待って、でも一回じゃ2回飲めたのかな。お父さんたちも怖いの。どんなチキンなの。うん、そんなチキンです。でも食べれないでしょ。うん、持ち帰りで、持ち帰りでいいんだ。もったいないじゃん。これ多分子供たち食べれないから、ね、これだったら、そうだね。何この食べ物って最近さ、あれだってこう濃くなってきて、濃くなってきて気がする。結構韓国の人は日本に来たしょっぱい、しょっぱい、あの、なんていうの、しょっぱいかどうかわからない。お醤油が多い。しょっぱさが前にすぐ溶けちゃうから、あとこれ多分、これ塩とか入ってると思うんだけど、砂糖とかたくさん入れてるから、まあ、けどだから混ざっちゃうから、そのしょっぱさが一番前に出てこない。辛いじゃん。餅だけは食べよ。なんかもつまみって感じ。そうだね。ビールどうしたの。ご飯と食べてる。お米と。さっきもそうだったね。お米で。うん。クミンはやっぱりオリジナルだね。私はそう思います。そうだね。いらないの。うん。家で食べよう。家で食べよう。分かった。すいません、これ持ち帰りできますか。すいません。できるぜ。ということで、どう。あ、すいません、ありがとうございます。あ、どうだった。オリジナルだろ。あれあれだよ、あれあれ。11時ぐらいにさ、あなんかお腹すいたなって夜食ね。そうそう、夜食でなんかビールと一緒に行ってみよう。そうだね。分かんないよ、私は。今まででも食べた唐揚げの中で韓国何が一番美味しかった。唐揚げ、韓国チキン。だから出前するチキン。あー、そうそう、あの普通の味の。外ではあんま食べたことない。普通の味のね。そうそう、なんかもう鳥の足ってわかるよ。うん、そういうね。